東宮森永親王ってすごく優秀な方だったし、建武の政権の樹立には一番尽力した人じゃないかな。熊野の方まで行かれて、そこからまた再び吉野に戻ってきて挙兵されたりとか、何度か鎌倉幕府側に殺害されかけたりなんかして、危機を乗り越えながら頑張られて、最も功績があった人だったにもかかわらず、建武政権が樹立してからわずか1京都を追放されてしまうっていう、本当に気の毒な方なんですよね。なんでそんなことになってしまったのかなっていうのは前回説明した通りですね。足利尊氏と大塔宮との征夷大将軍の座をめぐっての権力争いみたいな、まあそういう感じ。大塔宮の方が尊氏型の方の、まあ、野望というか野心というか、そういうものにいち早く察知して気がついた。なので、まあ、それがまずいと思った足利型の方がいろいろ陰謀というか暴力を仕掛けて失脚させたっていう、まあ、そういう流れですね。大塔宮はその後ですね、なぜか足利尊氏の弟の足利直義によってですね、鎌倉に移送されてしまうんですよね。これは本当に大きな失敗点の一つですね。鎌倉にやるべきじゃなかったですね。みすみす敵の手中に王子をやるっていうのはね、本当にやるべきではなかったと思うんですが、案の定ですね、鎌倉に連れて行かれてから約8ヶ月の幽閉の期間を経て、鎌倉幕府の最後の徳宗家だった北条高時の維持の北条時行が起こした反乱があるんですけど、まあ、残党みたいな感じだね。北条の残党たちが反乱を起こしたっていう、中仙台の乱の忠吉が兵を出すんだけど、その時に全然この時行の乱と何の関係もない大塔宮森永親王をなんと忠吉が暗殺してしまうっていうとんでもない大事件を起こしちゃうんですよね。今の現代の感覚で言ってもありえないことっていうのは多分皆さん分かっていただけるかなと思いますね。少なくとも何々親王と呼ばれるような方を一般市民がもしかその人を殺すようなことがあると大問題になると思いません、きっと。ツイッター炎上どころじゃないと思います、多分事件として。ところが当時この事件をもってしても武家たちはさらに足利方の方に同情的だったっていう、そういうことを考えるだけでもね、当時の武士たちの価値観っていうのがいかにその国家観とかいうものになくて、自分の我欲っていうものが全て行動とかを決断して実行していく一つの大きな要になっていたっていう、いわゆる私利私欲によって動いてたってことですね、当時の武家たちは。当然ですね、その王子を殺しちゃったわけで、これっていわゆる大逆事件みたいな感じですよね。大逆事件知ってるかな、皇徳秋水が、まあ、あれは天皇だったんだけどね。まあでもどちらにしても宮家の方を殺してしまったんで、これはまあいわゆる大逆事件に値するわけで、でそんなとんでもないことをしでかしてくれたもんだから、当然ながら尊氏に対して討伐の臨時が下るわけですよね、後醍醐天皇さんから。で逆賊になってしまった、足利方はじゃあ宮家と戦うんだって、足利忠義とか河野師直とかその辺中心に戦いの体制に入っていくんだけど、なんとここに来てね、びっくりなのは尊氏本人がやる気なくしちゃうんですよ、急に。王子気づいちゃって「えやべえ俺逆賊かよ」みたいな「いや俺逆賊絶対やだし後醍醐さんと戦いたくないね、俺そんなつもりないし、俺が別に親王殺せって言ったわけじゃないし」って言って「ごめん僕もうこれから落職してもう出家して坊さんになるから」って言って急に出家しちゃうんですよね、そこで。これにはさすがに忠義たちも参っちゃって「おいちょっと待ってよ、うちの棟梁なのにそんな出家とかやめてくれよ」ってみんなで散々説得に当たるんですよ。尊氏もう一回立ってくれって、まあ、後々思うにもしか尊氏がすごく政治家的な人だったとすると、あり得るのはね、これ出家っていうのは表向きの格好で、本当は王子殺害の汚名を弟に着せるためにやったっていう可能性もなきにしもあらずなんですよね。非常に頭の賢い人物だったから尊氏っていうのは政治家としてもすごく手腕は発揮してたし才能はあったので、まあ、そういう自作自演とかも多分考えつこうと思えばつけるかなっていう感じ、ね、だからことあるごとに出家出家言うんですよ、この尊氏って癖として、癖というか動きとして。だから今の政治家が都合が悪くなると入院しちゃうのと同じような感じですよ、どっちかっていうと俺関係ないし秘書がやったしみたいな感じの、まあ、そういうことを経てですね、源氏のまあ棟梁として武家の棟梁として立ってくれっていうことをみんなにお願いされたんで、仕方なく俺は帝に対して弓を引くんだっていう形をとって京都に攻め上ってくるわけです。関東から尊氏軍が攻め上ってくる。でその知らせを受けた朝廷側の方はですね、新田義貞さんを尊氏の軍を阻止するのに使わすんですが、なんとこれが大敗しちゃうんですよ。アストリート竹の下の戦いっていう戦いで、義貞の方が敗北してしまうと。でそれを打ち破った足利方は勢いづいて京の都に攻め上ってきますよっていう知らせが来たんで、慌てて宮方の方はですね一時退避しなきゃいけないということで比叡山に登られて銅座されたわけです。帝は比叡山に退避させておいて、実際に戦ったのは楠木正成ですね。今の日吉大社の辺から宇治にかけてあたりに攻防戦として陣を張ったようです。宮方の方有名なのは宇治の戦いですが、ここで正成が盾となってですね尊氏軍を阻んで、でやっぱりね正成がすごいなってものはここで大勝利してるわけです。で尊氏を追っ払ってるんですね、九州の方に。この宇治の戦いが1336年の1月あたりに行われて、この年の5月にはもうすでに正成公は湊川の戦いで死んでますからね。だから正成公が亡くなるわずか4ヶ月前のこれはお話ですね。で尊氏は九州へ一旦逃亡する。で逃亡した後またすごいのが九州でその地方の豪族たちを味方につけて、そこからすぐに体制を立て直して、さらに兵数も増強して再び京へ攻め上ってくるんですよ、足利方の方が。でそうするとじゃあそれをまた迎え撃たなきゃいけないということで、新田さんが兵庫の、諸社山という交通の要衝になったところがあるんですが、ここに立てこもる足利方の赤松遠心という武将が立てこもる白旗城っていうね城があったんだけど、そこを取り囲んでいたんですが、なかなかここが落ちない。新田さんはだいぶ頑張ったんだけどなかなか落ちない。でもたもたしてるうちに九州から足利尊氏とその弟の忠義軍の連合軍が九州からえらい数で攻め上ってきてますよっていう知らせが朝廷に届くわけですね。でそうして軍議が開かれて、ね、正成も呼ばれて、で今後どうしていったらいいかってことを相談されるんですが、でその時に正成が検索した有名な比叡山に一旦銅座していただいて、京の都を空にしてから敵の足利方を都に入れて、で補給路を立ってですね、で敵が枯渇したところを一気にやっつけてしまえば、たとえ足利方の軍勢が何倍って多くってもこっち側が勝利できますよっていう、まあ、そういう検索をしたっていうんですが、これが阻まれちゃったんですよね。後醍醐天皇がやめなさいって言ったわけじゃないんですよ。正成の案は俺嫌だっつって言ったわけじゃなくて、反対した人物っていうのは坊門清忠っていう奥下さんです。後醍醐天皇の身近な家臣だった人ですね、奥下さんです。坊門清忠がこれに対して反対した。帝をそう簡単に動座させるもんじゃないと。このことが後々後醍醐天皇批判につながっていくわけですね。正成の検索を受け入れなかったっていうことが、後醍醐天皇は一体何を考えていたんだと。正成の検索を退けたがばっかりに、建武の中興というものが途中で瓦解してしまったんじゃないかと。そういう批判につながりがちなんですが、一連の流れを時系列的に見ていっていただくと、実はこの正成が比叡山への銅座を検索したそのたった4ヶ月前にも1回比叡山に行ってるんですよね、後醍醐天皇は。だから4ヶ月しか経ってないのにまた比叡山に行けっていうのがよと。それで何が問題かっていうと、結局京都からにしてしまうから、また京の都を焼き払われてしまうわけですよね。自分たちはさっさと逃げちゃって、これを民が一体どう思うかっていうのは、朝廷側とすると憂慮するべき点だったのかなと、思っています。例えばだけど、大東亜戦争の時でもね、昭和天皇は疎開とかはされなかったわけじゃないですか。逃げなかったですよね、どこにも。ちゃんと帝都におられましたね。天皇は民を掘って自分だけ逃げるっていうのは基本的に心ではない。だからこの時に正成が比叡山銅座の検索をしたことに対して、それはダメだというふうに脳を突きつけたのは、おそらくはそういった民に対する配慮っていうのもあったんじゃないかなと思うので、一概にこの検索を否定したっていうことで安易に後醍醐天皇への批判につなげるのは安直かなと思ったりはいたします。私の個人的な思いとすると、ボンボン清田嫌いなんだけどね、感情的には。ただこれを本当に理論的に考えた場合ですね、民をほったらかして天皇だけ逃げるっていうことを天皇自身が嫌がられたっていうことは十分に考えうることだと思います。それは大東亜戦争の昭和天皇の行動をね、思っていただければ容易に理解できるところだと思いますね。正成はやはり武人ですから勝たさなければいけないわけですよ。だから勝つための検索として言っています。で、おそらくはこの正成の案を取り入れれば宮方は勝利したんでしょうが、これが受け入れられなかったということで、正成は帝の護衛領を勘案してですね、それに従って港側に出陣していくことになっていくと。これをもってして正成をみすみすしなしたんだっていう批判があるんですが、その辺はですね、帝の天皇の近江心というね、民を思う心っていうものを汲み取っていただいてですね、考えていただけるとご正談っていうのも理解できるものなんじゃないかなと思います。あとね、正成が検索した中でもう一つあったのが、足利尊氏と和睦をして、そして新田義貞を切り離して、で尊氏と和睦することによって今回の戦いを避けることができますよって、そういう検索をしたっていう、そういう説もあるんですけども、実はね、これを書いているのが足利方から見た賠償論っていう師匠、歴史書なんですよ。なので足利尊氏のことは楠木正成はすごく買っていて理解をしていて、どっちかっていうと気持ち的には尊氏の方に正成は気持ちがあったんだよっていうことを、その賠償論は一生懸命言ってくれてはるわけなんですよね。普通に考えてね、正成が新田を切りなさいっていうのはちょっとね、私考えにくいと思うんだよ。多分それは言ってないと思うんだけど、賠償論的には足利方から書かなきゃいけないので、せめてやっぱりね、正成ほどの人物が「いや尊氏の方を味方にするべきだよ」って言ってくれたんだよっていうのが、ある種尊氏方からすると一つのブランド価値を高めるっていうかね、そういう何か指標だったんだなっていうのが、そういうことからは見て取れるわけですよね。もちろん言ってないと思いますけど、新田を切るなんていうことは。ただ足利方からすると、自分たちは危うく逆賊の汚名を着せられるところだったんだけど、いやでも楠木正成だって尊氏と和睦しろって、新田はダメだから足利の方がいいんだよって言ってくれたんだよ正成さんがさって、そういうのを免罪符にして、だから尊氏ってそう悪くないんだよっていう、そういうふうに持っていくための切り口として書いたの。新田を切れって言ったのがありえないっていうのはなぜかっていうと、元元年の5月25日に合戦がありましたが、その前日に新田さんと楠木さんとでですね、軍議をやってますね。2人だけで話してるんですよ、この時に。でその時に正成から新田義貞に対して「明日の戦いでは自分が盾なのでお前は逃げろ」っていうことを指示してるわけですよ、正成。自分が切れって言った人間にそれを言うかなって思うし、ましてその切らなきゃいけないような間抜けな人物だったらそんな自分の後のこと託すわけがないですよね。いや、こいつじゃ無理だって思うから、多分新田さんには頼まないですよ、それだと。いや、こいつダメだよって思ってるんだったら。でもその自分の後のことを託した、いわば遺言としてっていうことは、それなりに正成は新田義貞さんのことは買っていたというふうに、確信をしているわけです。こうしてですね、正成は港側へ赴かなければいけないことになってしまったわけですが、もともと正成の一案としては、港側に行くんではなく京都の洛中を戦場にするっていうのが正成の必勝の案であったので、この合戦は勝利できるっていう自信を持って御所に行ってるんですよね。河内から御所に呼び出された時には。だから自分がまさか負けるとか戦死する算段は全くなかった。ので、その時に自分の嫡男の楠木正貫を伴って御所に参内してるんですよね。だから今回の父親のこの戦い方っていうのをよく見ておきなさい、お手本を示そうと思って、おそらくは連れてきたんじゃないかなと。まだ当時正貫は11歳だったんだけど、15歳の元服を迎えるとゆくゆくは初陣っていうものも経験していかなきゃいけないので、それに先立って父親のその活躍を見せておこうかなっていう、そういう思いがあったんだと思われます。ところが、なんと自分の検索が受け入れられなくてですね、港川行けって言われた瞬間、行かなきゃいけないんだけど、っていうことは絶対これ勝てる見込みがないんで、自分は死ぬなってもう確信してたんですね、正成は。だから、自分、もう必ず負ける戦にまさか、まだ初陣前の11歳の我が子をね、道連れにするわけにはいかないので、港川に赴く途中の西国街道、兵庫に向かう道と河内に戻る道のちょうど2号店ですね。そこで正貫に対して「お前は帰れ」と、そういう命を突きつけていくわけです。正貫は急に「帰れ」って言われたから全く理解ができずに、なんで自分だけ連れて行ってくれないんだっていうふうに反抗したらしいんですが、父は港側で戦死するんだと、この父親の志をお前は継いでいくんだ、で来たるべき時になれば父と同じように帝に対して忠義を奉るようにというふうに言い聞かせて河内へ戻していくと、これが有名な桜井の決別、桜井の別れということになっていくわけであります。港川の合戦までざっとお話をしてみました。次回は港川合戦の詳しいお話ができたらいいかなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。